っしゃよし、やっぱおったよな、出たな、よし。はい、フィッシングスーパースターです。フィッシングショーの時にね、このナマズの帽子すごいかっこよくて送ってくださいって言って、本当にね、スミス大阪に送っていただきました。ありがとうございました。ただですよ、スミス大阪から僕のところに段ボールを変えてね、送ってこられて、送っていただいた方のお名前、住所、僕わからないんですよ。なのでね、もしこの動画見てたらね、この帽子ステッカーいただいた、送っていただいた方、連絡を欲しいです。ぜひお願いいたします。必ずお願いします。ということで、ナマズの旅です。ナマズの旅、久しぶりのナマズの旅です。まあこの辺はあまり出たことはないんですけど、パワッと打って、おお、なんかいたな、なんかいるか、今日このカバンがね、ナマズ釣りの時はすごい好きなんですよね、僕。通称ネギと僕は呼んでおりますが、まあ少なくともこの辺で出たことはないんですよね。いつもやるんだけど、行きがけのダチンで、お、出た。まあ少なくともこの辺で出たことはないんですよね。いつもやるんだけど、行きがけのダチンで、お、出た。出た、言ってた、出た。今日はむちゃくちゃいいかも、今日もね、ケタピークリッカープラスプロペラね、エクステペラでやってるんですが、よっしゃよっしゃ、プロペラね、エクステペラでやってるんですが、よっしゃよっしゃ、おっしゃ、今日はすごいわ、 X デーちゃうか、むっちゃ出るやん、おっし、パラッパー、やった、めっちゃ綺麗、ミドカモ、よしよし、やった、最高、やった、おお、これ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 、よし、うわっ、だぶね、やりました、おお、ナイス、生チーヨー、生ニョロン、やった、あ、ちょんとしかかかって、よし、やりました。サイズはね、ちょっと可愛いんだけど、なんかぽよんぽよんの生ちゃん、やりました、パラッパーです。やったね、生ちゃん、ごめんごめんごめん、生っちゃん、うわー、ちょこっとしかかかってんや、よしよし、ありがとう、かわいい、ありがとうね、生っちゃん、今日はおるわ、よしよし、グッドラック、これめっちゃ登ってるかもしれん、やば、こんなとこで反応さ出たん初めてやわ、こんな調子のナマズの旅がかつてあったでしょうか。やっぱおったよな、やっぱおったよな。
見えた気がして、見えた気がして今。見えた気がしたいの。一緒に生ぞったよなって思って。お前で思ってんで俺。やっぱりネギはええんやな。ここネギやのに出えへんな。なんでやろって思うようなとこやったんよ。このネギがヒラヒラしてんのとナマズの尻尾がね、激大になりよんねん。で、さっきもね、ネギ、ニラっぽいカバーの中ね、ナマズの尻尾が見えたんちゃうんって一瞬思ったね。あ、こう動いた。するかな。その後続かず。この辺固まっとったのかな。こっちの方が良さそうやんってとこじゃ出えへんな。こっちほんまに出えへんねんな。不思議な魚ねえぜナマズってな。出えへんとこは出えへん。今日はちょっと異常気してたけど、普段全然反応もないとこにおってんけど、あこだけおる感じやったね。ただまあまあ一箇所バーンって泥が舞い上がったりしたから、途中一匹はおったんやろうねって感じですけど、このちょっと浅いとこを嫌ってんのか、いつもいないですねこの辺は。よし、ここからが本命です。ここは出てほしい。うわ、くっそー、生ちゃん友達やん、連れてよって。そんな痛い目には会いたないわな、生ちゃんも。うわ、浮いてんのスッと食いよった。うっそ、めちゃめちゃ渋いな。これは渋いな。乗らんかった、指に裂いた。出方、ケタピークイカ2ちょっとやってます。さっきね一回いつも出ないとこ反応あったんで、ここちょこっとだけもう一回やります。来た時に散歩の人がこの湖岸ギリギリに歩いてたんですよね。それが嫌でちょっと下ってきたんですけど、下ってる間ナマズは一匹も見かけんかったから、ちょっとほんまに嫌な感じ。このなんていうんやろ、ほんまに暗くなる寸前だから餌探してね、泳いでるナマズがおるんじゃないかなという期待値はあったんですが、いなかったですね。キャザビクリカツー手を出て、カモンカモンナマズカモン頼む。めっちゃ出そうやけどな。さっきの散歩してた人がひょっとしたら生ついの人やったんかもしれんね。散歩や思ってたけど、直前に先行者ありやったんかもしれない。まあそう思いましょう。
でもね、水が悪いんかな、やっとしたらまた。ね、田んぼからめっちゃ水が入ってるから、すごい嫌がってるのかもしれんわ。よし、終わりましょう。まあ、この、いただいたね、帽子をかぶって生ついてきたことが最高でした。うん。まあ、釣果はね、ちょっといまいちでしたが、まあまあ、これも、これも、それも、どれも、全部釣りです。まあ、また来ます。あらっぱー。ご視聴ありがとう。